団子団子やせーの。時に厳しく、時に優しく、人を叱るのもメリハリが大事なんだよ。出ない女子アナですか。変顔ってのは声やるんです。絶対嫌よ。そういうことなら仕方ないですね。そういうことではない。二人きりで誕生日を祝うなんて、そんな恋人みたいなことを。まあ年に一度のわがままですしね、仕方ないですね。先輩、どうかしましたか。なんでもないですよ。エンゼルスマイル。音楽が気になって集中できないわ。これもルーティーンを見つけるため。